一応回しておきます。こんなん食べたことないやつですよね。うん、俺のケツも切ったのこの椅子そう3つあってフィットしてます一番大きいやつが僕のケツにあってます素晴らしい。めちゃくちゃ美味しい。これ やばすぎますふわふわですよね。これ貴族の食べ物です貴族のかき氷作りたいですよね。これはでもこのふわふわはなんか機械でいけるかもしれないけど、うん、この生いちごは無理ですよね。無理ですよね。果物屋さん果物屋さんじゃないとね。生いちごミルクにしなかったことによりなんかこのよりいい感じのあの本物のいちごの酸味を感じるというか、美味しいです。うまいっすね。これやばいよ。今日しかもちょっと暑かったんで、ちょうどいいですよね。僕らじゃないですよ。これ試作品です。試作品なんですか。いや今僕が今考えたんですよ、はい、ちょっと店長に食べてもらおうかなと思います。この中に栗と、はい、栗カスタード入れたんですよ。で上抹茶 と、はい、と刻んだ団子を中に入れたんですよ。切った団子、でそこで売ってる団子を上乗せたっていう。あ、いいんじゃないですかね。結構味のイメージがつかないですよね。つかんすよ。つかないですよね。和風で合ってます。ちょっと打ったら食べてください、ね、面白いな新作。ゴリゴリのたぬき弁やねおもろいっすね。でも内容が新作抹茶今考えましたクレープねでもいろんな人に見せたくてチョコ、アイスめっちゃ溶けてましたよ抹茶のアイスでもあれで OK 入れたらもう GO なんだろうね。ねえでも美味しそうでしたよ、うん、中に刻んだね団子入ってて、面白いな
に団子焼いてそれを乗せてましたって言ってましたからね、団子置いてんやと思って焼き目ついてましたね。ね、増えた方がいいですか？むずいですか？抹茶と栗が喧嘩してますね。喧嘩しますか？ちょっと合わない感じしますね。なんかおすみません、なんかどよきし入れるんやったら、なんやろ、なんかもう多分引き算した方がいいのかな。どっちかを削ってそうす、ね、黒糖入れるとかそんなのがいいかな。普通のホイップクリームでも合いそうですか？あ、普通のホイップでもいけると思います。抹茶ホイップの方がいいと思います。栗強すぎるってことか。はい、栗が強いですか？いや、栗の味がしなかったです。あ、抹茶買ってました？抹茶買ってました、ね、すいません、ありがとうございます。キワジのメニューを考えるって。まあ、僕も商品開発してるんで、あれ。はい、なんか通ずるものがあったんじゃないですか？あるかもしれないですね。うん、やっぱり、栗の味の風味がやっぱ弱いじゃないですか、栗って、うん、正直、うんうん、栗単体でいくとやっぱり味が強くなるんですけど、美味しいやからな、はい。栗と合わせたらやっぱ芋あんペーストとか、秋っぽさを出すならですけど、いいかなと思いますけど。ちなみに僕は将来、まあ、秋頃にクリームとして出すつもりなんですけど、芋あんとホイップを合わせて、あそこ本当に舞妓さんいるんでね、あの休みの日の舞妓さんがいつもいますよ。
っと早い時間に来てたらめっちゃもっと混んでましたよね。うん、昼間やばかったでしょうね。うんうん。うまい店でやっちゃってるんで。いやそうですよね、うん、いやあの回めっちゃ面白かった。なんか最初よく分かんなかったんですけど、ずっと見てたらあの好きな番組のうちの一つになりました。ね、すごいじゃん。ごちそうさまでした。